時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君弘と戦わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。この番組は日曜日の憂鬱を希望に変える内容となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい。また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。YouTube でも、同時に配信をしています。FM ギノワンから、日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい、はい、します。ということで始まりました。はい、9月に入りましたね。うん、本当ですね。はい、9月早いですね。早いですね。うん、まあ、残り9、10、11、12、4ヶ月、うん、わー、わー、4ヶ月でもう、すごい年末という、はい、ね、3分の2終わったんですね、1年の。そうですね、早い。なんかそれ考えると本当に暑い期間って短いんだなって思いますよね。意外と短いんだなって、ダメージが大きいときに結構なんか長く感じますけど、あっという間な感じですね。確かに、ね、うん、印象に残るから暑いですけど、はい、でももうね、本当涼しくなってきましたね。なんかすっかり秋の気配だなって思います。うん、そうですね。なんか8月の終わりぐらいがちょっと急に変わった感じですね。空気感がなんか。ね、空気変わりますよね。はい。はい。じゃあ、ということで、まあ、最初お便りをちょっとご紹介しますね。はい。これ先週の流れからなんですけど、はい、台東区の、迷える子羊さんから、はい、忍者さんからお聞きする裏話がより詳しく聞けたのと、お二人のプロレス好きが分かるトークが楽しく、何の番組だったっけと思ってしまいました。このような回もあって魅力的な番組ですね。これからも応援していますということです。ありがとうございます。ちょうど先週がプロレス の吉原さんっていう、あの、はい、新日本プロレスのトレーナーの方ゲストで、そうですね、忍者マッサージの方だったのでね、忍者さんって呼んでるみたいですね。はい、コメントでしたね。はい、ちょっとね、先週はマニアックな内容かなと思って、そうですね、リスナーの皆さんが大丈夫だったかなっていうのは心配してるところなんですけれど、はい、そうですね、ね、好意的なコメントありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあもう一曲いきましょうか。はい、そうですね。はい、じゃあ今日はですね、生き物がかりの風が吹いているお聞きください。はい、じゃあまたここで、まあこれも先週の話題の、こう今日はもう先週の話題っていうのちょっとフィードバック的な感じになるんですけど、はい、あの、忍者の弟子さんから2人、忍者、吉原さんのお弟子さんから2人コメント来てるので、ちょっと合わせて読ませていただきますね。はい、お願いします。まず1つ目が、ラジオ聞きながら仕事を していましたが、吉原さん、ラジオでもいつもとテンション変わらず安定してましたね。さすが、なんかラジオって、心地いい感じでした。番組拝聴していい気分になりました。ありがとうございます。ということです。ありがとうございました。ありがとうございます。で、あともう一つが、ラジオ拝聴いたしました。かなりマニアックなレスラーも登場し、ついていけないこともありましたが、楽しめました。何よりパーソナリティのお二人が楽しんでトークされているのが分かっていて、いい感じでした。これからもチェックさせていただきます。っていうことです。まあ、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。前回、ね、はい、プロレスのお話だったんでね。そうですね。やっぱり、さすが、新日本プロレスのトレーナーされてるので、うん、こう、なんですかね、プロレス関連のとか、そういう好きな方がかなりご視聴されて、ね、そうですね、聞いていただいたようで。今回、だからコメントが多分過去最高に
来たっていう感じですね。そうですね。経験としては過去最高ですね。はい、マニアックな話題なのに。ありがたいですね。そうですね。はい。まあ、その中でいっぱい来たんですけど、ちょっと読めない方は申し訳なかったですね。はい。はい、そうですね。申し訳ないです。はい、また何かね、そういうプロレスの会の機会も作りたいですね。そうですね。うんうん、今回かなり、はい。来たんで、うん、ちょっともう厳選するのも大変でみたいな感じでしたね。はい、そうですね。はい。うんうん、まあ、また次週以降も、はい。はい。コメントお待ちしてますので。はい。はい、お待ちしております。はい。お願いします。よろしくお願いします。はい。で、はい。じゃあもう一件、ちょっとまたお便りご紹介します。はい。はい。中野の SK2 さんからですね。はい、常連の。はい、常連の SK2 さん。はい。はい、中間さん、工藤さん、毎週楽しく拝聴しています。昨日のゲストの新日本プロレスのトレーナーの、はい、昨日、先週のゲストの新日本プロレスのトレーナーの吉原さんの話はとても興味があり楽しかったです。はい、私もプロレス好きで、昔は毎週金曜日、土曜日は夜はテレビが楽しみでした。ちなみにプロレス好きなお二人ですが、2番目に好きなレスラーは誰ですか？私の2番目に好きなレスラーは、UWF 時代の高田信彦です。強かったな、うん、ちなみにご覧になっていると思いますが、新日本プロレスの内藤哲也選手の密着の NHK のプロフェッショナル仕事の流儀はたまらなく感動しました。かっこいい生き方のレスラーです、うん、すみませんマニアックな質問でっていうとんでもない、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、好きなレスラー2番目に好きなレスラーで、赤間さんあの時はね、後藤弘樹選手を挙げたんですけど、うん、誰っていう、こういう個別に好きっていうわけじゃなくて、うんうん、結構プロレス全体で絡みが面白いんで、それぞれのなんか選手の特徴が好きですね。なんかだから2番目1番目誰がいいとかっていうのはと、まあ、あんまりこう特定はちょっと、僕の個人的にはやってないかなっていうところですね。ただこのプロフェッショナル NHK のプロフェッショナルの、内藤選手の特集は、僕も見たんで、おなんかどうでしたか。すごいやっぱりなんかプロレスをする時の内藤選手って結構その なんですかね、ちょっと悪役ヒールっていうんですけど、はいはいはい、悪役に徹したり、結構そのもうファンを盛り上げようとして、そういうちょっとふざけたような、はい、態度を取ったりとかするんですけど、そうですよね、なんかちょっとふてぶてしい印象がある。そうなんですよ。でも、うん、それも全部内藤選手のストーリーの中にあって、はいはい、演出してるんですよね。だからもう本当に最高のエンターテイナーなんです、うん、内藤選手って。すごいですね。誰よりも会場に一番最初に入るんです。うん、まず観客席に座って目線を確認するんですね。こっから見れる景色がどうなのかっていうのを確認して、うん、で最後にいつもコメントで、うん、お客様の景色はいかがでしたでしょうかっていうコメントをして、すごい、今後我々がそのより高いレベルの高い高みを変えてみせますみたいなコメントをするんで、それがやっぱりその NHK のお話とちょっとつながってて、うん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 、面白いんですよ、コメントも。でも全部もうファン目線ですごい考えられてて、うんうんうん、もう今一番人気ですからね。この間のプロレス総選挙っていうのがテレビ朝日ありましたね、テレビ朝日で、はい、それでは3位だったんですけど、内藤選手は、うんうん、でももう今グッズの売り上げとかはもうダントツ内藤選手が1位だし、うーん、とにかく影響力は多分一番あって、うんうんうん、すごいんですよね。すごいですね。なんかそのプロレスの凄さってそういうストーリー性ですよね。そうなんですよ。うん、そこがもう やはり演出も兼ねてやってるので、うーん、はい、確かに、なんかそこがきっと見せられるところなんだなって思いますね。うんうん、そのお客さんを楽しんでもらうエンターテイナーの側面と、あと本当のガチのそのレスリング見せてるところの、自分の体張ってやってるところの凄さの本気度と、なんか両方融合してるから、やっぱりプロレスってすごいなって思いますね。そうですね。
このプロフェッショナル仕事の流儀って結構そのプロフェッショナルにフォーカスするんですけど、この内藤選手のフォーカスするところが、プロレスラー内藤というよりも、その、なんていうんですか、あの、演出家内藤哲也っていう方が結構強かったような感じなので、やっぱりなんか本当そこの辺も結構、あの、すごいなと思ってて、はい。なんか、はい。あの、オーナーいじったりとか、新日本プロレスのオーナーをいじったりし、お前掘り起こしたりとか、結構面白いんです。そうなんですね。すごいな、なんかね、自分で舞台にも立つし、プロデューサーでもあるしっていう。そうですね。の演出、うん、すごいですね。まあ、先週はあんまり内藤選手の話出なかったので、今日ちょっと結構ペラペラ喋ってるんですけど、本当は今、一番人気があるんじゃないかって言ってもおかしくないぐらいの人ですね。そうですよね。G1 だってね、決勝行ってもおかしくなかったんですよね。あ、もうそうですね。実力もですけど。はい。そうですよね。うん。なんか見ちゃいますもんね。見ちゃいますね。今日ちょっと内藤選手の話になってます、ね。そうですね。内藤選手の感じで。なるほどね。まあ、私はね、あの、一番好きな選手って聞かれると、いつも三沢光晴って答えてる。はいはい。そう。なんかその、今のね、SK2 さんの時の、その、ゴールデンタイムにやってた時より、私ちょっと遅いので、プロレス好きになったのが、日テレの深夜枠の時なんですよね、はい、ハマってるのが、はいはい。で、そこで、全日見てて、うわ、かっこいいと思って、ハマったっていうのが。ああ。ねえ。はいはい。そうなんです。だから、あの、割とそのね、重量級で飛ぶような選手が好きなので、なんかこう、あと、体柔らかい人好きなので、はい。三沢光晴とか、その後桜庭和志とか言ってた時とか。ああ、はいはい。なので G1 見てると、オスプレイかっこいい。あ、そうですね。ちなみになんですけど、この、SK2 さんから来てる、昔は毎週金曜日、土曜日は夜がプロレスゴールデンタイムでやってたんですけど、そういうちょっと記憶はあんまり、そこの時はあんまり知らないですかね。そうなんです。そこもそういう世界じゃないので、あんまり知らないんですけど、一応金曜日に新日本プロレスやってて、土曜日に全日本がやってたっていう、しかも生放送で。あ、生放送で？生放送なんですよ。え、中村さん、生まれてます？そんな。生まれてはいるんじゃないですかね。でも、なんかその、実際そこのとこは知らなくて、僕が、この見出したのって闘魂三銃士のとこなんで、ああ、じゃあもう、ちょっとプロレスの話になっちゃうんですけど、うんうん、結構タイガーマスクとか本当に猪木さんとか、はいはい。あの、全日本で言うと、馬場さんとか鶴田、ジャンボ鶴田さん。ああ、そうだ、いいですよね。そうなんですよ。まだ三沢光晴さん選手が出てきたのかなっていうぐらいの感じじゃないですか。ああ、でも出てきてたのか。三沢光晴選手も、二代目タイガーマスクですからね、うん、一応。そうですね、そうですね。川田が剥ぎ取ったやつですよね、自分の身でやつ。はい。はい、そっか。でもなんか本当に今の新日すごいなって思います。すごいですね。はい、改めて見ていて、ああ、そうかって。すごいですね、本当に。世界にも今発信してるんで。ね、そうなんですね。すごいな。うん。そんな感じですね。この中では、うん、UWF 時代の高田信彦選手も強かったねって言ってます。高田選手は知ってますよね。わ、うん、まあ、かりますよ。はい、私、高田選手あれですよ。なんか大学の学祭の時に講演会で来てもらったことあります。ああ、そんな、はい、私、あの、プロレス研究会だったんで。ああ、すごい。それはでも呼んできてもらったんですか？呼んできてもらったんですよ。あ、そうです、そうです、そうです。で、高田と、はい、杉本彩さんに。ああ、杉本彩さん。はい、はい、はい。二人の対談っていう形にして、はい。いわゆるあの、学園祭の時ですね。はい。来てもらった。でもなんか内容全然覚えてないんですけど。それって誰かが、一応、部長みたいな人が呼ぶん？あ、そうです、そうそう、交渉してっていうことですね。なんか、でも OB に全日に入った人がいたので、はいはい。それででも高田はね、当時 UWF とかですよね、きっと。そうですね。うん。多分今まで、その東京ドームの興行の中で、まあ当時は一番
のその観客動員数7万人だったか6万人だったかちょっと忘れたんですけど、集めたの、高田選手対武藤敬司選手の団体の枠を超えた一騎打ちっていうのが、10.9っていうもう伝説の、しかも確かその観客動員数一番だったんだけど、多分その後に、小川選手と、橋本選手、ゴールデンで、生中継でやった時、あれに多分抜かれたのか、それが多分その時の動員数の確か記録を塗り替えたっていう。ですはい、その時のファンがすごい多分多くて、特ね。に今40代後半からまあ50代ぐらいの方です。面白い世代ですそうですね。なんかもう、ね。はい、プロレスの話で。で、またね、このプロレスの話で終わっちゃいそうですよ。武藤選手もね、引退表明してるし。そうですね。武藤選ね。手も。はい。なんか本当プロレスの話になっちゃって終わっちゃいそうなんですけれども、武藤選手の髪は大丈夫なんですかね、中武藤選手はもう、20年前からもう反り出したんで。そうなんですね。はい。もともとはもう本当にふさふさだったんですよ。あ、そうですよね、若い頃。ある時からああいうキャラでもう打ってくるようになったので。まあでもかっこいいですよね、スキンヘッドも。あ、全然かっこいいです。はい。かっなんこか、いい。アメリカにもやっぱああいうスキンヘッドの選手とかいるので。この選手の影響を受けたかどうか分かんないですけど。まあ、武藤選手もぜひこのゲストで来てほしいですね。まあ、いいですね。大変。はい。大変ですね、もう。大なんか変感動ですすぎて言葉が出ないですよね。あわあわしちはい。そうです。ゃう。何質問してるのかな。本当ですね。ねえ、その話しだしたら本当は止まらないです。そうですね。はい。もうでも、この9月に入ったんで、日曜日の憂鬱も5ヶ月やってることになりますね。4、本当5、だ。7、8、5ヶ28。月、丸5ヶ月、6ヶ月目、6ヶ月に入ったっていうことで。本当です。もう少しで。半年ですね。そうですね。もうそれこそ最初、結構、なんか、あわあわしてたのが、あわわしそうか。もう終わったのかっていう そうですね。感じで。だいぶ慣れてきましたね。そうですね。そうですね。なんか毎週ね、聞いてくださってる皆さんも本当にありがとうございます。そうですね。ねはい。まあ、これから、秋、冬と、え。また季節が変わっていくんですけど。ぜひその移り変わりもね、ご一緒に。そうですね。はい。やっていければなと思います。っていそううでエンディングっぽくなったんですけど、これまだエンディングではすね。なく本気じて。ゃないですよ。そうですね。まだ早いです。そうです、そうです。プロレスで終わっちゃうから そうですね。なんか、日曜日の憂鬱もね、どういう内容が皆さん聞きたいかとかもリクエストいただけると嬉しいですね。ね、まあね、紙と法律の話しててもいいんですけれどね。そうですね。でもほら、仲間さんとの共通の趣味といえば、まあ、プロレスが一番ですけど、お笑いもありますからね。はい、ああ、お笑いもそうですね。なんか、お笑い芸人の方も来てほしいですね。そうですね。本当にお笑いですね。お笑いは いいですね。なんか、もともとこの日曜日の憂鬱も元になった、一応二人が目指してる番組があるんで、まあそれはここではちょっと言えないですけどね。はい、それ今が、はまだとてもとても。デブと言うと失礼ですけど、まあそれが一応ネタになってますんで。そうですね。まあ、絶対そのお二人がゲストで来てくれることを目標にやってますからね。最終的には。そうですね。もう人生に大切なことはプロレスとお笑いに全て詰まってると思ってるんでね。そうですね。はい。なんかでも本当に、あれ、
まあ、プロレスもそうですし、お笑いもそうですけど、やっぱりその時のトレンドとか、なんか間の取り方とかありますよね。ああ、ありますね。何かやっぱ響くものというか。ありますよね。だからなんかよく、年齢を重ねると、結構その今のお笑いがちょっとよくわかんないんだよねっていうような方っているじゃないですか。ああいうような大人になりたくないなと思って。常にちょっとこう、なんかその最新のお笑いについていけるようなおじさんになっていきたいなって、おじさんとかおじいちゃんになっていきたいなっていうのが目標ですね。ああ、いいですね。確かに。なんか、そうですよね。なんか、その時々の時代の流れをはい。ちゃんと感じていたいです。そうですね。もうそれを考えると本当にさんまさんであったりダウンタウンさんとかすごいですよね。確かに。もう常に一線っていう。すごいですよね。すごすぎますよね。すごすぎですね。なかなか、そうですね。でも最近お笑いの方も若手って言っても結構年齢上がってるじゃないですか。ああ、そうですね。だからこう、あのあたりもこう、なんかいろいろ、なんでしょうね。大変なんだろうなと思って。その席を争うじゃないですけれども。そうですね。そこの席が開かないから若手も大変なんだろうなっていう。そうですね。かといっていきなりポンって若い人が売れたりとかも結構あってますよありね。ますよね。確かに。ね、昔のオリラジとかそうですしね。そうですね。オリラジさんもそうですし。今はエグジットとかがいますそうね。ででも、錦鯉みたいな形もありますしね。すね。そうですね。でも、ああいう人ってすごいやっぱ夢を与えますよね。与えます。はい。ちょっと40代に希望を与えてくれます。そうですね。もう錦鯉さんは、あれですよね。もう長谷川さんは50代ですよあ、ね。そうですね。はい。そうですね。でもすごいですよね。すごいです。なかなか、でも50過ぎていきなり仕事がマックスって結構マックスを超えちゃうみたいな、体力すごいですよね。なんか。確かにそういう意味ではお若いですよね。はい。でもなんか本当こんにちはでおはようだろうとか、それだけで突っ込めるってすごいなって。そうですね。すごいです斬新って思いました。楽しそういうことで、今日も毎週恒例のあつこのコーナーっていうことで。そろそろ手相コーナーに行きましょうかね。はい。じゃあですね、前ご説明したスター線ってわかりますか？アスタリスクの線。はい。こう、3本の線が交わるような感じの星マークみたいな。あれがあると、こう、ラッキー線なんですよ。で、それがどこにあるかっていうので、なんか、皆さんどうですかね？ありますか？こう、3本交わってる星みたいなアスタリスクなんですけど、それが、小指の下にあると、金運とか人間関係がいいですね。で、薬指の下にあると人気があります。で、中指の下だと目的の達成とかなんで、割とお仕事とかそっちがいいですね。で、人差し指だと、カリスマ性とか、注目を集めますっていうようなものになります。もし、まあ、もともとあるだけですごいいいので、その位置によってですね。なんか僕色の方は結構微妙ですね。これあるのかないのかっていう感じ。ああ、なるほどですね。結構ね、3本交わるの珍しいんですよね。なんか手相を見れる人に、ちょっと質問なんですけど、手相を見れる人に、なんか読まれたくないじゃないですか、自分の心情とかを。あら、はい。っていう時に、ちょっとフェイントとかかけられるんですか、手相し。でも出ちゃってるのは無理じゃないですか。あ、そっか。手相のフェイントがあったら、ちょっとお便り欲しいですね、なんか。面白い。よくほら、書いちゃってもいいっていうぐらいですからね。逆に付け加えるのはね、簡単なんでしょうけどね。でも結構変わりますよね。変わります。私めっちゃ変わりますよ。しそょっうちです。ゅう見ててもまた変わったって思います。もうなんか、数週間とかで変わります。そんな感じでお時間が近づいてまいりましたね。そうですね。はい。まあ、本当来週ぐらいからちゃんと沖縄の話題も 盛りそうで込んしで、た。そろそろ行かないともう夏も終わっちゃうんで、まあ、本沖当で縄はす。まだ9月は海にも入れるしっていうところなんですけど。ぜひぜひ、そうですね。沖縄に注目して。そうです。
はい。で、この番組はですね、毎週日曜日の夜8時から、やってますので、来週もぜひですね、ご視聴をお願いしたいと思います。はい、来週もぜひお待ちしてます。はい。はい、皆さん楽しい1週間をお過ごしください。はい、今日もありがとうございます。おやすみなさい。はい。